最小首いただくぞ。対象を潰す。話は簡単だ。俺だってやるときはやるよ。俺様に任せとけって。引っ張んなよ。これより進行を開始する。すまない、出遅れた。
頑張ってんな。力みすぎるな。無理をするな。周りをよく見て進め。よっしゃ、帰って飯にしようぜ。鷹の段はどう？やっていけそう？わかんねえよ、そんなこと。ここは変わってる。他の傭兵団となんか違う。そんなもんかね。でも、シーテイやグリフィスかな、やっぱり。ここの連中はあいつに惹かれて集まったんだ。ここでは毎日血の間臭いことやりながら不思議と泣いたり笑ったり怒ったりできるんだ。あいつってどんなやつなんだ？わかんない。子供なのか大人なのか、いいやつなのか大悪党なのか、よくわかんないやつだよ。俺たち凡人にはわからない、一生かかっても手に入らない確信みたいなものを持ってるんだろうな、きっと。確信？何の？全てのさ。ここならきっと見つかるぜ、お前さんの居場所がさ。まだ答え聞いてなかったな。前の戦、なんで俺を助けに戻った？せっかく手に入れた優秀な手駒をあんなケチな戦でなくしたくないからな。ガッツ、お前は俺についてこい。今はほんの一歩に過ぎない。鷹の段も戦場でのいくつかの勝利もほんの手始め、ほんの始まりさ。面白いのはこれからだ。命を懸けるほどにな。俺は、俺の国を手に入れる。お前は俺のために戦え。お前は俺のものなんだからな。お前の死に場所は、
俺が決めてやる。国を手に入れるだと？貴族でも王族でもない、ましてや騎士ですらない傭兵団の隊長が。グリフィスは当たり前のような顔して言いのけやがった。俺と大して変わらない、ただの一人の男が。あそこを飛び出して以来、俺は何をやってたんだろうな。あっちこっちの戦場をただ駆けずり回って、ただ敵を斬って、ただ生き延びて。答えはまだ見つからないよ、ガンビーノ。夜、化け物が人間を食おうと誘ってくるんだ。俺が盗賊だった頃、夜中突然コンパスが狂い出してよ。大丈夫、それは鉄の交渉の影響だ。ガッツはなんでそんなに大きい剣を使ってるの？重くて大変でしょ。ガキの頃から振ってたからな。子供にしちゃ体の大きさぐらいあるやつをよ。そうなんだ、俺には真似できないよ。偵察とか何か作ったりする方が俺向きかなって。